この前ウノクラブで少し言ったこと申し訳ないけど、日本文化の始まりはどこ、あるいは文明、奈良です。奈良のどこや、飛鳥で、奈良の飛鳥行ったでしょ。飛鳥で読めるこれ、読めないですよ。なんで飛ぶというと鳥で飛鳥ですか。それこれ飛鳥と読めと、もちろん飛鳥という字を当てて飛鳥村というふうにしてますが、本来はこれや。だから飛鳥時代、それが生きしてたわけです。 UFO じゃない、飛ぶ鳥だよ。そしてそこが日本の文化、政治、経済の中心だよ。そこから次の時代が移って藤原宮に行くわけよ。さらにずっと進んでいったら平城京になる。だからこの地球に私たちの先祖が生まれるのもはるか前から支配していた連中がおる。日本中で一番不思議な文化文明の発祥の証拠はどこにある。飛鳥の大地をめくったらいいんだよ。飛鳥の大地を。そんなことはさせません。日本歴史がひっくり返っちゃうから。世界中でかつて大事だな、ここはすごいなという文明が栄えたところはみんな飛鳥と言うんです。アジア大陸でもどこでも。だから同じような字を日本に飛鳥で漢字を当てて、 UFO が何回もそこを出入りしてやってたから飛鳥なんです。つい大和三山というじゃない、ねえ、うねび山、みみなし山、それからかぐや山ってあるじゃない、行ったことがあるの。あれみんな綺麗な三角の模様だよ。正三角形、あるいは二等辺三角形や。つまり三角なんです。三角で言ったら何、ピラミッド。ピラミッドというのはそういう力が集まるようになったんです。日本にある病院の屋上を全部三角形にしたらいい。だからどうなる、太陽エネルギーがそこに入って、あ、宇宙エネルギーが全部入ってくる。病気はどんどん治る。あ、だから今から新しい家を作ろうと思う。だから屋根を三角のピラミッドにしたらいい。普通の三角じゃないで、あれは横とかみんな決まってる。そしてピラミッド、まさに三角、大和三山、大地にちゃんと人工的な山を作ってるわけです。そこがさっき言ったある意味で宇宙との関係において日本のスタートである飛鳥への入り口です。失礼なこと言いますが、あなたは関西に住んでてこんなこと知らんでしょ。我らの先祖たちが一番だ。違う、私たちの前から来てる連中がおったんですよ。そしてさっき言った大和三山の方行って、そこに藤原の宮、それから今度さらに北行って平城京になる。平城京になると争いでずーっとやってくるわけですが、だけど皆さん見たら三角形はパワーの集まり、そこへ UFO が降りたら飛鳥へ行ける。なんでエジプトのピラミッドは今もあるんや。世界で一番古い建造物や。今私たちの建築屋さんが一生懸命やろうとしてもできない、はあ、大きな大きなゼネコンが、あのピラミッドの大きさ、そして今で言ったダンプカーやいろんなものを用意してそれを作ろうとしたら長い長い時代が過ぎた。時間が必要や、費用は膨大なものや。今ですね、しかし日本に、世界における最大の古い建造物であるピラミッドは今も作れない。そして今言ったようにちゃんと三角形です。
下は 四角形や。一つの石が 2.5 トンや。ピラミッド内部の石はすごいもんです。これなんだ、花崗岩です。中に廊下もあるし階段もある。誰がこんな、次ね、何のために、次どうして作ったんや。この3つの問いに対して答えることができないね、私たちは。ということは、私たちの先祖が作ったんではないです。 UFO というのはそんな遠い別の世界のもんじゃない、それは嘘だというのをネピリムは地球人に教え続けたんです。もう皆さん魂の目を開いたらいいですよ。そして間もなくこの世界に第三次世界大戦が近づいていると、正しい宇宙人は知らせてきてくれているわけです。今1ページを資料を見ていただきましたが、4ページをちょっと見てください。4ページ。彼らと接触した人たち、有名なのはアダムス・ケイと言っておりますね。もう亡くなりましたけど、そういう人たちがいろいろ書き残してる。これは嘘やでっていう人もおれば、いや本当やっていう人もおる。本当やと思いますよ僕は。そんな人は地位も名誉も何も求めてない。僕は随分資料を集めた。そして皆さんに公開するわけですけれども、例えばどれを見たらいいでしょうね。 C、 どんな社会か、つまり水星なら水星、火星なら火星、そうに人間が住んでるわけです。というと、ヤコシから一番上行こう。宇宙人人間の姿や形、その時太陽系の惑星に住む進化した宇宙人人間は地球人と全く形や、ごめん、姿や形は変わらない。我々と同じ人間だから、さっきみたいに E.T. の映画に出てくるような、あれはグレイって言った、あんなん皆さんと一緒です。背丈もみんな下の方行くと長いも長生きしますね。一番下ので病気と寿命と書いてある。極めて精神性の高い生活をしているため、進化した宇宙人人間はほとんど病気にかからない。どういうこと、ちょっとこっち見てください、すみません。宇宙エネルギーって言ってるじゃない。水銀地火木土天海冥、地球から出たらもう空気のない世界や。嘘です。さっき火星もみんな人間が住んでます。私と同じ形、ただ寿命は長い。若い宇宙人の女の人にお会いして、お会いしてて、僕は僕じゃないですよ、お会いして、何歳ぐらいですかと聞いて、想像して、聞いた人は想像してて25、6やろうと思って、ものすごい綺麗な人で何でも答えることができるから、ほんならその人は口を開いて、私は250歳ですです。びっくりした。で、地球上で250歳なんいないんですよ。だけど旧約聖書の創世記、創世記の6章後で言いますが、この前に5章ってなる、創世記の5章、そこ見たら900歳800歳まで生きてますよ人間。今まで私たちは水も空気も違うからこんだけ生きれたんかなと思ってたけれども、違う。5章を見たら、例えば我らの先祖の一番初めにアダムとしておりました。皆さん知ってるね、アダムなんで900歳まで生きてますよ。だから水星や火星や、そこから来た宇宙人人間の人に何歳ですかって聞いたら500歳と250歳って。で、病気にならないんです。なる場合でも、ここ宇宙エネルギー、地球の外、空気がないとイルミナティが言う、嘘や。そこからの全てのエネルギーを集めたら、そう、石炭、石油、原子力というエネルギーの3つのこれがもう今限界ですからね。チェルノブイリや、あるいは東日本大震災において。だから今言った酸素、ごめん、石炭、石油、もう一つの原子力ではなくて、宇宙からエネルギーを受けたらいいです。宇宙エネルギーを、それをピュッと体にやったら病気もみんな治る。25歳ぐらいですか、いいえ私は300歳ですと言われるぐらいにパッと変わる。人間の体は何本でも癒されるんですよ。僕は宇宙人人間の方にお会いしたら、宇野さん何が欲しいですか、うん、
もう今77やけど、いつまでも健康でおれるようにしていただけますか。宇宙エネルギーをピュッとすればもう行きます。いつも人間はみんなもっと生きたいな、もっと健康で生きたいな、で変な薬を、変な薬ってのは病院なんかで出してる薬は何や、石油でしょ。石油ですよ。私石油好きになってね、で儲けるやつがおる。それでロックフェラーなんかはそれはものすごい儲けて、それだけじゃなくて石油を抑えて、薬だけじゃなくてエネルギーやいろんなことをやっていったら世界の王になりますよ、ロックフェラーは。逆にそれをやるやつを殺していったんです。自分が病気になって百何歳でロックフェラー亡くなりました、3年前に。一切世界に持っている彼の関係の病院からの薬や医者の派遣を全部断りました。全部。これ何を語ってんだ。そうだよ、私たちが言われてる医学は失敗だったって分かる。がん、手術、抗がん剤、そして放射能線、放射線、そういう人はどうなる。いよいよ苦しむじゃない。ものすごいのた打ち回って死ぬでしょ。儲かるやつがおるから。それで自動車はどう。すぐガソリン、みんな辿っていたロックフェラーに行く。しかし今水で自動車動く、もう現実ですよ。その前に言うと、今までガソリンいや電気で動き出してじゃない、自動車が。中国はそれやってるわけよ。もうだからトヨタがダメになっていくわけよ。本格的に自動車でやってないから。それでやったら中国みたいな大きな大きな国で、広い国で、そして人々の利用する人たちが多い、そういう連中にそういう自動車、つまり電気で動く自動車やったら何分でも売れますよ。安くできるから、安くできるから。でトヨタ自動車ボーッと置いていきますよ。これからできないんです。なぜ、アメリカを見てるから。ロックフェラー系統のことを気にしながら、おそらくトヨタは生きていこうとしてると思うよ。だから従業員は大変だよ。もっと進む、ガソリン、そして今、電気、最終的に何、水だよ。水で自動車動けますか、思うでしょ。水で自動車を動かした連中はみんな殺されたんですよ。前にちょっと言いましたけど、主に京都大学の優秀な連中はみんな殺された。ロックフェラーが儲かるならないか、儲かれなくなるから。どうして水で自動車が動くんですか。水素よ、水素。水を分解したら水素と酸素に分かれる。その時にすごいエネルギー出るんですよ。これを発明発見してるわけです。だから自動車は結局究極のエンジンって言いますか、水によって動く。そう、どんどん進んで、今やっと進めたね。なんでや、ロックフェラーがなくなったから。だからエネルギーと言っても時代がこうして変わってきてるわけです。かつて船が動くって言ったら石炭で動いた。それから時代が経ってきて石油で石油動く、そして今原子力とこうなってるわけです。その原子力で船は動くって言うけど、事故でもいろんなことを受けたら大変だし、東日本大震災はその全てを示してるわけですね。だから次の時代に行くわけ。次の時代のエネルギーはもっぺん石炭、石油、原子力、これ限界や今。